チモチして、これは、ね、ここは良かった。もうなんか頭ポンポンしだした時もなんか何がこの後起こっちゃうんだろうなドキドキしましたよね。本当にこの2人が語り合うシーンっていつもちょっと心がハってなるような場面が多いんですけど、今回もやっぱりちょっと包み込んでくれるというか、小林さんがトールの口から聞きたいって言ってくれたのが嬉しくて、なんか関係をどんどん築けているなっていうのがまた改めて分かった話数でもありましたね。誠実だよね。いやそうなんですよ、本物の夫婦のようになってきましたね。そうですね。いよいよ熟年夫婦感がありますね。なんかお二人からもそういう風に、いや本当にさっきから感じます。ありがとうございます。いや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 ないんだけど、すいません、ありがとうございます。正直者には見えるんだ。幸せそうだ。才川がいるじゃないか。